でもお兄ちゃんがいて助かったよ。じゃなかったらミア怪我してたもん。先輩、大丈夫ですか？あ、愛ちゃん。ミアちゃんも怪我とかなかった？うん、平気だよ。ならいいけど、この坂は気をつけないと。わかってる、わかってる。はい、そうだよ。お兄ちゃん、どうかしたの？あ、はい。こちらこそ。ちょっとお兄ちゃん、ミアたちクラスメイトなんだからそんなことしなくたって。いいの、なんか恥ずかしいし。兄弟っていいですね。わかりました。うん、はい。あ、ありましたね。あーでもしないと、お兄ちゃん福引きに行くの忘れそうなんだもん。あ、それじゃあ仕方ないですね。そうだよね。すみません。どうも。それじゃあ私はこの辺で。うん、バイバイ。はい、失礼します。ねえニーニー、アイちゃんっていい子でしょ。してさ、ニーニー、アイちゃんに気があったりして。別に隠さなくたっていいよ。ニーニーもお年頃なんだからさ。あるの？ないの？どっちなの？うんうん、ようやく勇気になった。ちょっとは女の子と仲良くなった？
おはようございます。それは先輩が大声を出してるとみんながこっちを。先輩、先輩っていつもこの時間に登校してるんですか？普段はあまり見かけないもので。うん、日直とかですか？の対策ですか？なるほど。先輩のクラスって何組でしたっけ？2の A。 わかりました。え、なんでもありません。それでは、私の下駄箱はこっちですので、失礼しますね。おろろ、
腐ってるね、大将。こらこら、寝てる場合じゃねえぞ。聞いて驚けよ。ついに、剣に彼女ができたぞ。驚いたろ。全くその通りだ。もともと俺っぽいやつだったろ。で、この間知り合った1年生にスピード告白したんだよ。まあ今度もどうせダメだろうと思って見守っていたんだがな。まあいるよな。俺も頑張らないとな。お前は最近どうなんだ。絵じゃないだろ。クリスマスまであっという間だぜ。どうしたんだよ。え？だってお前も。おい、何言ってるんだよ。相手はあの森島先輩なんだろ。そんなのはお前を見てればわかるよ。あれだけの人をどうにかしようってんだ。タイミングがどうこう言ってる場合じゃないだろう。どうしてまったんだよ。一緒に頑張るんだろ。そんなこと言ってると他のやつにかっさらわれちまうぞ。なんでだよ。森島先輩がすごいモテるって知ってるよな。そんなのわからないじゃないか。いいか、よく聞けよ。俺は次の休み時間に。わお、大胆にも先輩に告白するぜベイビー。もう一回言うぜ。俺は次の休み時間に森島先輩に告白してやる。何がバカなもんか。バカはお前だ。行動しなきゃ何も始まらないんだよ。確かに俺が告白したところで OK してもらえる可能性は低いだろう。でも何があるかなんて誰にもわからないんじゃないのか。いいか、万が一俺の告白が成功したら校舎裏で先輩の膝にキスしたり、理科準備室で先輩を抱きしめたりする。覚悟しておけよ。許すか許さないか決めるのは先輩だ。分かったか。走り出す俺は誰にも止められない。あばよ、ずっとそこでメソメソしてやがれってんだ。